くれてるな、ありがとう。こんばんは。あ、正座してました、ありがとうございます、嬉しい。こんばんは。お、すごい、めっちゃ金だ、すごい、ゴールデンですね、ゴールデンな、ゴールデンウィーク。あ、ストーリー見ました、ありがとうございます。こんばんは。ゴールデン、うわめっちゃゴールデンなんか懐かしい、懐かしい、去年のなんか懐かしいっていうか、え、去年もめっちゃ金だったよね。今年もゴールデンないけどね、なんか去年もめっちゃこのだるまとか見た気がするあのそう、だるまもタコも、もう何でも何でも金になっちゃう。あ、女王とか始まったのがゴールデンウィークだった。もう一周しちゃうんだ。うわーすごい、金ピカ。金ピカ金ピカ。ということで、こんばんは。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしょうか。すごいなんかゴールデンウィークを今実感しました。あ、今日からゴールデンウィーク、本当それは良かった。めっちゃ仕事やった。をお疲れ様です。今日は金曜日だね。そう、金曜日ということで、まずはさっきまで、あ、さっきまで聞いてました。あ、さすがだ。そう、さっきまで20時から20時半頃まで、あの弓子日和がねありまして、あ、聞きました、聞いた聞いた、あ、ありがとう。そう、ちょうどもうめっちゃめっちゃ弓活してくださってる方は、あの弓子日和聞いてショールーム見てみたいな感じにできたらいいなと思って、そうちょっと時間をずらしました。そう、みんなゴールデンウィーク楽しんでるっていうのと、あとは私のゴールデンウィークのためにさ配信してます。ここだともう季節ものはね、あの実感できるので、背景もだし、このね金色でゴールデンウィークを感じたり、そう懐かしいような新しいようなですね。そう、あ、ということで、じゃあ弓子日和を更新しようかな。あとはですね、今日配信しました理由としては、あのまあみんなゴールデンウィークなんか仕事も遊びも楽しんでるっていうことと、あとはあのもう今月の中旬から舞台が始まるので、その告知をしたいなと思い、配信をしました。そう、もう結構もねほぼ毎日会って、そう今こうしてまた配信してますけど、あのそう、もうきっとどん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 なんか、そう体を休めることもだし、なんか予習復習もだし、いろんなことで多分いっぱいいっぱいになると思うので、もう早めにあのみんな待ってるよっていうのを今言いたいなと思って、あとゴールデンウィークできっとみんな楽しんでるし、仕事してるし休んでるし、でみんな多分なんか忙しいながらなんかどうっていうので、ちょっとゴールデンウィークに配信をしました。はい、ということで、今日は舞台のいろんな告知をするとともに、なんとですね、今日舞台の告知の
タグラムの投稿をします。はいはい、あのインスタストーリーとかでも言ったんですけど、そう投稿をします。インスタの、そう久々のリアル投稿、そうなんですよ。できっと公式的なものっていうか、そうなのでちょっと誤字だった字がないかとかみんなにチェックしてもらいつつ、なんかコメントもしてもらいつつ、いいねもしてもらいつつ、みんなにリアルタイムで応援してもらいながら、はあの投稿をしようと思って、今日はインスタの投稿までが私のインスタの投稿が一番のミッションです。他にもいろいろ告知はあるんですけど、そうだ、もう一大ミッションはインスタの投稿なので、皆さんどうか温かく見守ってください。あのショールームもインスタもよろしくお願いします。はい、ということで、まずはそうだ、ゆみこ日和、まだ聞いてない方はね、この後配信終わった後聞いてください。あのゆみこ日和とは何ぞやっていう方は、あのオーディ東京 FM のオーディってアプリでですね、ラジオ番組、ラジオの冠番組を2月からさせていただいてます。それがですね、金曜日の夜8時から20時からなんでしょう、毎週。そう、そしてそうなんか、そうメンバーシップ会員限定で早期入会キャンペーンで、そうあのもらえるよっていうやつがみんななんか届いたよって言ってて、ゆみこ日和で見たら、そう昨日とか、早い方は昨日とかね届いてるって言ってるので、まだ届いてない方はそろそろ届くのかなって思ってワクワクしててください。もうそれ持ってる方はもうずっとゆみこ日和聞いてください。あの会員じゃない方もゆみこ日和はあの前半ね無料で聞けるんですよ。後半はそのゆみこ日和のメンバーシップになってくださったら全部聞けるんですけど、あのそう前半だけでも無料で聞けるので、今からねツイートするので、なんじゃろほいって方はあの URL から飛んでみてください。そうなんか一人で話してますゆったりまったり、あの本当にゆったりまったりしてます。いいところですそうなの、毎週私がなんかそういえばって話してる感じですね。写真はどれにしようかな、先週これを投稿したかな。あ、まったり感が好き、ありがとう。そう基本的にめちゃくちゃまったりしてます、ゆみこ日和より OD。 そう東京 FM さんでなんですけど、あ、これにしようかな、ピースしてるやつにしようっと。そう本当にまったりまったり。あとはそのことの葉チャレンジっていうボックスから単語を引いてそれにまつわるトークを強制的にするみたいなコーナーもあって、そこはみんながね結構そのいっぱいいろんな単語を送ってくれるので、私が引いたやつがなんかそのサックスとかだったらさ、なんかやっててとかは知ってるけど、そのなんだろう、今までみんなの前で別にそんなに話さなかったこととかに関する単語とかだったら、なんかそう、あ、そんなことあったんだとか、そんなものが好きなんだみたいな、また新しい、別に隠してたわけじゃないけどわざわざ話さなかったこととかが話せるし聞けると思うので、そこもねすごい
そのコーナーも私の好きなコーナーの一つ。あとはみんなのなんかそういっぱい入ってて単語がだからそのどれにしようかなみたいな、なんちゃらなんちゃらって。そう、あ、新コーナーだね、新コーナーだね今日は。あ、ランキングのやつか、新コーナーってねえ。そうだよね。お弁当、あ、お弁当のね、ね、あれめっちゃ、あ、ちょっとみんなお便りで言ってもらおう。ね、めっちゃめっちゃそれそれじゃない？あ、めっちゃあるあるっていうか、めっちゃうわそれって感じじゃない？ちょっとあの今から投稿するから、あ、めっちゃ共感とか言って言って言ってください。ね、ちょっとまだみんなのハッシュタグ見てないんだけど、そう、あ、内容どこまで言っていいのかな。まあそうだよね、そうだよねって、まあ、うん。あ、ちなみにこの新コーナーものお題とかも多分みんななんかお題これがいいですとか言ってください。こういうランキングが聞きたいですとかあったら、そう、どしどしあのお便りください。でお便りはあのお便りじゃないとお便りにならなくって、ハッシュタグゆみこびよりで言ってもらったものは感想になっちゃうから、そう。でも公式的にあのスタッフさんに届くにはお便りです。公式ホームページからのお便りフォームからのお便りがそのメール、普通おただったり、何々さんからのメールですみたいな感じになるので、あの読んでほしいなってやつはメッセージフォームから送ってください。で逆にあの読んでほしいわけじゃなくて、簡単に感想が言いたいなとか、別にそのラジオの中で読まれなくてもいいっていうか、なんか楽しかったよありがとうみたいなやつはハッシュタグゆみこびよりで送ってもらえると、そう、私とかそうディレクターさんとかが、あ、なんかみんな楽しんでるって見ます。はい、はい、それではX の投稿をします。ゆみこびよりの、あの投稿をします。ゆみこびよりの投稿、最近コメントあの他の投稿が多い分少なめなので、あのこれ見てる仕方コメントくれるとニヤニヤします。よろしくお願いします。 X です、 X の投稿です。それではいきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。えい、あ、ちょっといいね、いいね言ってなかったけど、いいねしてくれた人読んじゃおう。いいね、一つ目のむぎましあきまん、かずぴたみつきまかれーぱん、かわぷっぷ、ばるにゃけん、たとゆきたん、てらく
タガリアン、カサタのナオ、ありがとう、リポスト、ニシクリーミー、シュー、ナララブ、シンチャ、ゼクスト、イケボー、ブタスケ、ネオ、アルタイル、ケイ、ヨシオ、パルニア、ムーチョ、アンちゃん、シュガーポット、ミツキーマカレーパン、アヨン、ユッキー、ミエスカ、ハシケン、アツシ、キューコーミヨシ、コペン、ポム、スノーフレーク、ノリヘクス、ユバ、ヌキンマル、ありがとうございます。あ、聞き逃しでゆっくり聞くね。そうだよね、これ配信見てたらあれだよね、あのまだ聞けてないよね。また後で聞いてください。あ、分かりみが深すぎて次回も楽しみすぎます。ありがとう、毎週楽しみにしてます。新コーナー今後も楽しみ。弁当の数ハンバーグが好きです。あ、分かりみ分かりみ、今週も楽しく聞いたよ。焼き鳥はお気に入りのお店が決まってます。寝る前に聞き逃してで聞けます。後でゆっくり聞くね。写真可愛いすぎる、ありがとう。配信後にしっかり聞くよ、ありがとう。後ほどゆっくり聞きます。今日届いてました。あのね、あ、会員証っていうかあれね、あ、新コーナーめっちゃ共感、2つに初耳で勉強になった1つ、おうおうおう、これからも夢にないらない一面聞きそうで楽しみ、ありがとう。弁当の数は絶対に卵焼きミートボール最高、いいね。ユミの声大好き、ありがとう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 。ゆっくり聞くよ。先週のからまだ聞けてないのでまとめで聞けますね。ありがとうね、ゆっくりできるときにぜひ聞いてください。まだ聞けてないのでありがとう、やっとじっくり聞くね、あとで聞きます。ありがとう、いつも楽しく聞いてます。ことなげかけてくれてありがとう。好きなおかずはシューマイかな。あ、シューマイはいいですね。シューマイ弁当は有名なシューマイ弁当あるじゃないですか。私はシューマイお弁当じゃなくってあのシューマイしか入ってないやつを買います。この後聞きます。新コーナーすごく楽しかったよ、ありがとう。リスナー賞昨日いただきましたよ、ありがとうありがとうありがとう。ということでありがとうございます。ゆみこびよりオーディ東京 FM でラジオ毎週金曜日夜8時からなのでね、あの週末のゆっくりしたお供に聞いてもらえたらなって感じのまったり毎週してるのでよかったらチェックお願いします。どこから聞けるのって方は私の今 X 投稿したのでそこから最初のところだけは、ね、無料で聞けるみたいなのでよろしくお願いします。はい、ということで、そう、あ、そうそう、投稿しました、この前インスタ。あの、そう、福井にね行ってきたのはもう随分と前なんです。ファンミに来てくれた方とか、あれファンミで見せたしてないか、あ、ファンミで見せてなかったファミで見せたのは別の場所だった。あれどっかで言ってなかったっけ、福井に行ったって。あれ言ってなかった、あれファンクラブでも言ってなかったっけ、言ってなかった気がするあれ言ってないか、もうなんか、あ、なんか宇都宮だこれは、あれ草津だ、あれ言ってないなあ、鉄音で言ってた、確かに鉄音で言ってたね。それ聞いてくれた人はなんか、あ、言ってたなって感じか。ああ、確かに鉄音で言ったね。うん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 、そう、これはなんかちょっと前の話なんですけど、そう、行ってきました福井に。あの北陸新幹線で行ってきました。敦賀まで延伸開業したので、そう、福
井県に行ってきましたね。福井県は今まで新幹線が通ってなかったので、初めて新幹線の駅ができてすごく綺麗でした。駅が福井駅もだし、あとハピライン福井で敦賀駅も行きました。綺麗だった。敦賀駅ではそんなに長くはいなかったんですけど、行った敦賀駅に行きたいと思ってあとハピライン福井乗りたかったから、そう乗った。あのね、ハピライン福井限定のイコカがあって、恐竜の柄の限定イコカがあるんですよ。めっちゃ可愛い。あれが絶対欲しくって、あれはね、でも福井駅にも売ってるので、福井駅で買ってハッピーライン福井に乗りました。とイコカだから、そのハッピーライン福井で使ってもいいし、別にどこで使ってもイコカなので使えるんですけど、そう、恐竜の可愛い限定のイコカ今日欲しくてちゃんと手に入れました。そう、福井行けばまだ買えるんだ。あ、そうだ、なんか場所によっては、まあ、ゴールデンウィークだからっていうのもあってちょっと今販売してないですみたいなところもあるかもだけど、うん、なんか限定ってね、多分あれ期間限定みたいなんじゃなくて場所限定みたいな感じ、ニュアンスだった気がするな。だからそうそう、なんかまた落ち着いた時に福井行く時にぜひハッピーライン福井の、私はねハッピーライン福井のそう、なんか友人の緑の、ま、あのなんだろう、友人の窓口じゃなくて普通に自動のところで買えるんですよ。そう、イコカを買うみたいな、スイカを買うとかあるじゃん、あのあれで、そう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 、あれでピッて買いました。可愛かった。限定イコカファンにはたまらんね。なんか私その限定丸々今まで全然持ってなくて、あのね、東京駅の限定スイカは持ってたんですけど、それくらいかな。その限定 IC カードみたいな、限定の柄の IC カード、あのね、パスピー、広島のパスピーがカープ優勝した時にカープ柄があったかな。めっちゃ並んでてすぐなくなって欲しいなと思ってたけど全然そんな手に入んなかったね。めっちゃ並んでたし、そう、だから限定 IC カード全然持ってないからすごい嬉しかった。わー、かわいいなってなりました。そんな福井の楽しい旅が今インスタに投稿されてるので、まだ見てないよって方は見てください。その後に時差で X にも投稿しました。まあ私のファンの方ならわかると思うんですけど、基本私そのリアルタイムでどこに行きましたみたいなの投稿しないので、行ってきましたは基本その日のことでも、なんならその週でもその月でもなかったりするので、そう、よくなんか行ったから、行ってたからもしかしたらどこかですれ違ったかもとか、そうコメントで言ってくれたりするんだけどもう全然前だよって結構前のことかなって思う。そう、結構ね、私のそうファンの方はもう、そう、下手したらさ、いや今もうその服はそのね、袖の長さの服今着ないからちょっと前なんだろうなみたいな感じのは、そう思ってると思うけど、それぐらい時差があったりします。そうだからこれからも
行ってきました系は、そう、全然リアルタイムじゃないよって思っててもらえたら、あのなんかすごい、あそこ行ってたのに今日みたいな、なんか変な汗汗がなくなると思います。はい、もうみんなが忘れた頃に、みんなが忘れた頃に、もう自分が忘れた頃に投稿します。そう、ですね、基本そうプライベートはリアルタイムでは載せないかな。 あってもお互い内緒ですね。あ、まあそうだね、それはすごいありがたいかも。確かにそれはありがたい。なんかスーツさんみたいに、あのもうユーザーネームにしたいぐらい、その居場所を言わないでくださいってプライベートだったらね、全然そのお仕事でとかイベントでとかだったらそういいんだけど、ですね、よろしくお願いします。それでは本題の舞台の告知に行きます。はい、5月の18日から、舞台湯を沸かすほどの熱い愛に出演します。こっちかな、のバナーの上を押してもらうと公式ホームページに飛びます。そして下を押してもらうと私のオフィシャルファンクラブのページに飛びます。どっちに飛ぶのも最高です。はい、どっちもどっちにも飛んでください。ファンクラブはね、あのそう月始めだからお得かな。年間会員になると実物の会員証がもらえます。ファンクラブもおすすめ。そして上の、あ、ファンクラブから買うの、ファンクラブ選考はもう終わったてるので、そう各チケットサイトから、まあ詳しくはだからそこのホームページをご覧くださいって感じです。はい、よろしくお願いします。東京公演と大阪公演があります。結構もう初日とかもチケット残りねわずかみたいなので、ぜひぜひチェックしてください。今回お父ちゃんがダブルキャストなので、そう、もちろんどこか限定した日に来てくれるのも嬉しいんですけど、違うお父ちゃんを見るとより楽しめるかな思います。なんかどっちのお父ちゃんも知ってる身からするとどっちも見ないっていうのはもったいないって感じですね。そう、なんかそう、もうこれは情報見た人にしかわからないので、そう、ぜひ両方見た方はもう楽しい気持ちでいっぱいになってください。私はそう全部の日程に
演させていただきます。はい、あ、両方見ます、ありがとうございます、ありがとう。そう、今回はもうたくさんの賞を受賞された映画の舞台化です。ということでですね、いくつか告知をしたいのですが、まずはそう、いろんな情報誌に載ってるの でそちらも告知をしたいと思います。また私の公式ホームページにもこんなところに載ってますよっていうのはアップされるので、あ、なんだっけなんだっけって思う方は焦らず、公式でもまた文字で言うので、聞き取れなかった方はそう文字でチェックしてください。まずはですね、こちらのカンフェティというシアター情報誌ですねに、写真とインタビューを掲載していただいております。載ってます、こちらに。これは置いてます。そう、無料情報誌なので、本屋さんで買うんじゃなくって駅とか劇場とかに置いてあります。どこに置いてるのっていうのはまた調べてください。あ、そう、フリーペーパー、そう、フリーペーパーです。ちなみにこれはフリーペーパーですし、チラ見せタイムです。せーの、よいしょ。はい、こんな感じで載ってます。実質ただ、実質っていうかただです。はい、こんな感じで載ってます。はい、しっかりインタビューもしていただいて写真も大きく載ってもらってます。カンフェティです、こちらに載ってます。はい、ともう一つ、ステージピアです。はい、こちらに載ってます。こちらもフリーペーパーです。いろんなところに載ってます。あ、いろんなところに置いてあります。こちらもフリーペーパーなので、無料で駅だったりとかいろんなところに置いてあるそうです。こちらもフリーペーパーなので、チラ見せを、せーの、よいしょ、こんな感じです。はい、ページ丸々載ってます。はい、ということで、ステージピアとカンフェティ2冊見つけてください。ぜひ、ステージピアは5月号、6月号、5、6月号でして、カンフェティは5月号です。これはどこに置いてあるのっていうのはもういろんなとこに置いてあるので、調べてください。自分で自分の近くにはどこに置いてあるかなって、多分この名前で検索すると出てきます。どこに置いてあるか出てくると思います。はい、なので、はい、どこに置いてある、ステージピア置いてあるどこみたいな、カンフェティ置き場所どこみたいな感じで聞いてみてください。 Siri とか Google とかに聞いてみてください。よろしくお願いします。舞台は手を振っていい？ダメです、ダメです。はい、手はお膝で見てください。ステージ上で喋ってるのは私じゃないです。はい、
私じゃないので手は振っちゃダメです。はい、アイコンタクトはいいね。なんだろうな、難しいね。ライブじゃないのでみんなの方を見て喋るみたいなものじゃないので、確かに最後の挨拶とかでありがとうございましたって言ってる時にね、手振ってくれたりとかはいいと思うんですけど、さあアイコンタクトみたいなものはないです。自分のことを見られなかったからレスがもらえなかったみたいなのはを思ってる人は多分なんか舞台はそうだね、なんか劇場、そう、舞台のマナーは舞台の観劇マナーというのがあるので、そう、観劇マナーは最低限守ってもらえると、守ってもらいたいです。これはじゃあ感激マナーって何なんだろうって方はもう感激マナーって調べたらもう出てくるし、ものによってはちゃんと公式に載ってたりするので、そうそうだね、まあ行ったことないとかだったらそうそうわかんないかもしれないけど、あ、でも全然面白いとこがあったら笑うとかはいいです。もう悲しかった泣くのもいいです。拍手するのもいいです。そう、携帯は切る、基本映画館で やらないことはやらないかも。映画館で、映画館で笑うし映画館で泣くし、あ、でもポップコーンとかは食べちゃダメかな舞台で。そう、飲食は基本多分禁止なところが多いと思うので、そう、ポップコーンは食べちゃダメなんですけど、そう、映画館で、まあ物によるかもしれないね。映画館で手振ったりとかは、ね、映画によるけどしないと思うので、基本的に、そうだね。まあ、そう全然知らない方もいっぱいいっぱいっていうか、そう、舞台見に行ったことない方、知らない方いると思うけど、そう。今知らないのはいいけど、そう、知らないから当日許されるものではないので、そう、それでね、下手したらちょっとマナーがっていうので、進行さま、よくアナウンスで言うじゃないですか、進行を妨げられる場合は、あの、会場からの退場、もしくは、公演の中止が中止になる場合がございますってよく言うじゃないですか、アナウンスで。そうそう、なので、どうか、あとはなんか、そうだね、なんか前のめりで見ちゃうと意外なんかね、そう、後ろの人が見にくかったりするから、それと背もたれにつけてみるといいよ、ライブはね、立ってみたりとか、そうそう、するけど、そう、背もたれからこうやって前に
前のめりで見るだけで後ろの人が見えなくなっちゃったりするから、うん、それも気をつけようね、うんうん、まあでもみんなはそんななんかこれしちゃダメだよあれしちゃダメだよって言わなくてもきっとなんかもう自分なりに知らないことだね、なんかそう調べてくれてると、きっともしかしたらね私より見に行ってたりとか詳しかったりとかする方も多いと思うので、舞台によっては公式に出待ちができることもある。うん、こう出待ちはできません、はい、基本できないので。プレゼントとかもねないです、受付は。なので持ってきても持って帰らないといけないので、もう荷物持ってきて持って帰って大変ってなっちゃうので、そう、あ、開演前の案内をよく聞けば飲食も含めてちゃんと説明してくれますね、だって。だから本当に初めてで知らないどうしようって方はもうアナウンスを一言一句聞いてください。そう、私もね、そう、舞台の経験あんまりなくて本当にわからないことだらけだし、もう知らないことたくさんなんですけど、もうその度にいっぱい聞いて教えてもらって、そう頑張ってますますです。なので一緒に頑張ろう。おお、というわけでさあ2人見出ます。気になった方はその URL 貼ってるのでよろしくお願いします。です。あ、ファンミに来た方は、ファンミに来た方はね、じゃん、こちらのチラシ、こチラシなんですけど、ファンミに来た方はなんとこのチラシをもれなくみんな持ってます。イエーイイエーイ。きっとどこよりも早くみんながそうフライヤーそうゲットしたんじゃないかなって思います。イエーイ。そうだ、もらいました、ありがとう、もらってくれて、そうあります。これはこういうのはなんかいろんな劇場とかに置いてあったり置いてなかったりするので、またどこかで見る機会があるかもしれないです。あ、クリアファイルに入れて保管。おお、ありがとうありがとうありがとう。フライヤーありがとうございます。あ、サンシャイン劇場に確かにあるのかもね。でもみんなあれだよ、一人一枚とかだよ、こういうのはもうあれだよ、みんな慎重にね、何事も慎重に行くんだよ。あわよくばとかないからね、何も。そう、本当にお互い気をつけようね。ああ、他のね舞台の時この公演のチラシもらいました。おお、ありがとう。そうだね、他の舞台とか見てる方はその折り込みのチラシで入ってて、ああってなったりもするのかな。やったー、楽しみですね。ということで、はい、東京公演が5月18、19、飛んで21、22、
飛んで24、25、26です。はい。で、大阪が6月1日と2日です。です。取扱いプレイガイド、チケットピア、ローソンチケット E プラス書いてある。まあでも公式ホームページに見れを見ればここに書いてあること多分全部書いてあります。はい。なので、あ、今持ってなくって、あ、わかんないって方は公式ホームページに飛んじゃってください。わからないことは全部公式ホームページに書いてありますので、はい、よろしくお願いします。そう、また後ででもね見てくださいな。よろしくお願いしますね。ありがとう、ゴールデンウィークにお話を聞いてくれてありがとう。そしてそれではインスタの投稿をしようかな。重い腰を上げていよいよ、そう、インスタ投稿します。インスタまだ見てない方はぜひ。いやー緊張するなー。てかもう6投稿して今めっちゃキリがいいんですよそう、やったー、部屋を沸かす。珍しい超短期スパンってのそう、そうなの、そうなの。てかなんなら今日配信するってなって、じゃあ今日しかないなって思った。まずは写真漢字、どこが漢字とかひらがなとかもだもんね。そう。に出演します。出演しますなのかな。合ってる。に出演します。もう一個一個
践させていただきますね。させていただきます。東京公園がサンシャイン劇場で5月18日から26日、大阪公園がサンケイホールプリーゼで6月1日から2日、なんか URL 貼れないんだよね。そうだからね、そう、これ公式？のやつピピしてもいいのかな。このさ、私めっちゃいい、すごく素敵な文言だなって思う。2016年に公開されると観客の心に深い感動を残して笑い沸騰、日本アカデミー賞をはじめ数々の賞を受賞した映画「夜を明かすほどの熱い愛」の舞台化が決定いたしました。涙と生きる力が湧き上がる驚きと感動の詰まった物語が開幕いたします。でめっちゃいい言葉じゃない？まあ公式さんだからそりゃあね、サチの安住役っていうのは入れる入れない入れる、入れない、グー、待ってね、写真これこれ、舞台夜を明かすほどの熱い愛に出演させていただきます。なんかさ、インスタってさ、開業したのに開業されてないみたいなあるじゃん、分かってくれる？なんかここあえて一行開けたのに詰められてるっていうの、
そうだからなんかどうしたものかっていうかなんて言うんだろう、そう、あ、X のプロフィールも開業聞かない、え、そうなのよ、あれね、開業したいのにってなるよね、あれは、そう、あれなの、よし、OK、ぜひ会場でお待ちしてます、ぜひ、あ、インスタは文字数気にしなくていいのがゆきな、あ、そうなの、そうなの、そこがいいところです、とっても、はい、それではじゃあ投稿したいと思います、はい、お待たせしました、もうね写真は選んでたんですよ、なのであとは投稿するのも、なので皆さんインスタにどしどしご移動ください、コメントもお待ちしてます、もしまあ本当に本当に見に行けないんだよえーんって方がいたら、その見に行けないんだよみたいな、ちょっとマイナスになる言葉じゃなくって頑張ってねみたいな、その舞台出演おめでとうとか、まあ、原作見え映画見たことあるんだったらなんか映画もすごく良かったねみたいな、もう行く行かない言ってないけどみたいな感じにすると、あのそうプラスになります、はい、そうそう前向きなコメント、そう前向きなコメントを、大丈夫、言わなかったらいいからそうなの、言わなかったらいいだけだから、行かないよとかは大丈夫ね、1年間とかあったらそのね、どっかでとかあるかもしれないけどね、めっちゃもうこの期間はお休みが1日もなくってって方も中にはいると思うからね、いろんな、そう私もそういう人だから、うんうん、はい、それではいきまーす、投稿します、インスタの投稿です、うわ久しぶりじゃない、こうやって配信でコメント投稿するの、それでは行きます、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、えい、キャーン、ワーン、キャーン、イエイ、開業されてるか、開業されてる、あ開業されてるけど、ここに行を開けたかったけど、大丈夫大丈夫大丈夫、えい、ありがとう、いいねいいね、早いな、みんな、ミエスク、ガリレオ三世、テラコブ、ミツキ、井上義弘、新茶、三谷和樹、三谷高杉、翔太、アンタイトル、ケン、キュウ、虹色クローバー、ネオ、キュウコミヨシ、ヤマッチ、ゼクスト、イケボー、ナオ、リゾートダイバー、ジミー、大島、のり、ネタロウ、YMD、アンちゃん、ケントと、ありがとう。これ私知らなかったんだけど、これさ、
通知の欄でコメントっていうとこがあって、コメントだけ見れるっていう機能があるのよね。知らなかった。好き、素敵な舞台になりますように。わーい、頑張れ。あ、大阪の1日目に行くよ。ありがとう。大阪に行きたいです。ぜひ博多大以外の演劇楽しみ楽しみにしております。制服には全部で4回行く予定です。大阪見に行きます。見に行きますよ。楽しみにしてます。頑張ってね。大好き、ありがとう。見に行くよ。楽しみすぎる。25日舞台見に行きます。頑張ってね。舞台今から楽しみすぎる。制服かわいい。ウィーンの本格的な初舞台楽しみにしてます。おふち稽古頑張る。初日見に行きます。女子高生役楽しみ。ゆみちゃん、ありがとう。あ、輝けゆみちゃん、ありがとう。輝けがさ、あのなんか、あ、自分の名前言ってんの、あの、加賀さんで、輝けみたいな感じで、あの、言ってるのかと思って、輝けね。そう、たまにいるじゃん、あの、なんちゃらです、見に行くよとか言う人いるじゃん。だから、なんか自己紹介してくれてるのかなと思ったら、輝けだった全然加賀さんじゃなかった。ありがとう。輝きます。大阪行きますね。どうにかして全通してみせます。演劇に集中しすぎてドライアイにならないように気をつけます。初舞台おめでとうございます。絶対見に行くね。今が楽しみです。ありがとう。舞台見に行くのが楽しみ。今からドキドキです。お楽しみにしてます。どちらのお父ちゃんも気になるね。頑張って見に行きたい。東京初日見に行きます。大阪 2days もファンクラブチケット確保済み。さすが、舞台いつも必ず複数回見てるから、この舞台も何回も見に行きます。楽しみしかない。無事の感想お祈りします。頑張ってね。大阪に行くよ。見に行くよ。ありがとう。素敵な初舞台になりますよう、お祈り申し上げます。お酒行きたいです。大阪行くか楽しみにしてるよ。頑張ってくださいね。制服に合ってる。サンシャイン劇場は野球でいうと甲子園だから頑張れ。頑張ります。舞台初観劇になります。楽しみよ。嬉しい。ゆみりん、うち応援しちょ。大阪見に行きます。ゆみりんの演技楽しみです。出演おめでとうございます。原作見てみたけどめちゃ感動したから舞台も楽しみだ。大阪に公演見に行きます。サンシャイン行くよ。楽しみしてるね。楽しみにしてます。19日に見に行きます。楽しみしてるね。東京初日と2日目、大阪2日間の観劇予定です。今回の舞台見どころ満タンです。満点ですね。ね、大阪で見に行きます。今日初めて知りました。見に行きたいと思います。え、嬉しい。ぜひぜひ舞台出演おめでとう。東京も大阪ももちろん見に行きます。舞台結構大変だと思うけど頑張れ。負けんなよ。楽しみ。頑張ってね。千秋楽の日はその前に水族館に行く。いいね。確かにサンシャイン劇場だから、あの、私もね見に行ったんですけど、あのサンシャインシティの中にある劇場なので、そう、水族館もあるし、いっぱいお買い物もできるし、ご飯も食べられるし、あの5時間ぐらい早く来てもいいよあの池袋のサンシャインシティ、そらちょっと早く来すぎちゃったなって方は、そう、もう何しても楽しめるから、もうなんか早めに来て楽しんでもいいし、終わってから楽しんでもいい。そう、プラネタリウムもねあるんですよ。そう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 、だから県外から、県外なん、都外なんて言ったら、なんかそう、あんまり近くからじゃなくて、こう泊まりがけで行くんだよっていう方とかはもういっぱい楽しんでください。あの地元の方とかはもうここに何があってとか分かると思うんですけど、そう、私もね舞台で初めて行ったのかな。前めちゃくちゃ広いです。そう、東京はあれがデフォルトなのかな。そう、めちゃくちゃ広いですあと、そうだから劇場もすごく会場も広いんですよ。ねえ、そうなんですね。すごい、でも大きいから迷わないようにね、そう、開演時間にはしっかり
席についててください。あの楽しいからってちょっと夜なとこ行きギリギリにならないようにね。あ、ゆみりんの初舞台を見届けて心を温めてもらうために東京も大阪も行きます。ありがとう。おー、すごい、頑張ってください。舞台応援してます。ありがとう。舞台はとても大好きなの、好きなのでいっぱい泣いたり笑ったりさせてもらいますね。大阪感激かな、行きます、楽しみ。あえて映画版を見ずに舞台版のストーリーと演出を楽しみにしてます。あ、いいね、それもめちゃくちゃあり。東京公演見に行きます。みんな演技を見るの初めて、楽しみにしてますね。ありがとう、ありがとう、ありがとう。そう、もし知らなかったチケットチェックしたいなって方はバナーのこれ上と下で分かれてるんですよ、の上の赤いところを指置きして頑張ってタッチすると舞台の公式ホームページに飛べます。でそこからチケットのね、チケットどこで買えるよとかも全部書いてあるので、そう、そこからぜひチェックよろしくお願いします。はい、すごい楽しみだしドキドキだし、ほぼ初舞台なので、そう、すごい、なんだろう、想像つかないです。本番が想像つかない。でも本当に皆さん優しくって、本当に優しくって、なんか本当に優しいんですよ皆さん。本当に全員優しいです。そう、こんなど素人小娘にさ、あ、ここはこうした方がいいっていうのもちゃんとアドバイスしてくださるし、なんかこれ一緒にやろうって言ってくださったりとか、ありがたいですね。そう、やっぱり初舞台で本当にわからないことがいっぱいで、やっぱり舞台の専門用語っていうかパッとわからない言葉があるんですよ。これなんちゃらでとか、なんか、あ、なんちゃらを持ってきてくださいとか例えばあった時に、なんか何みたいなのがあるんですよ。たまに、よくたまにそう、だからなんか、そう、本当に一からの気持ちで頑張ってます、そうなんです。そう、今稽古も始まって何週間か経ったんですけど、本当に素敵な作品で、多分舞台とか映画とかやる方はみんな、なんか今回作品本当にいい作品でって言ってると思うんですけど、なんか本当にいい作品だし、皆さんも本当に優しい素敵な方ばっかりで、このまあ卒業してね、最初の舞台がこの舞台で本当に恵まれてますよね。本当に一からいろんなことを今教えてもらって、5月に入ってさらになお頑張ってるっていうような感じです。そう、ゴールデンウィークもずっと稽古があったり、稽
こもるし、また違う仕事もあったりなかったりするんですけどそう、あとはなんかこんなにたくさん稽古ができて嬉しいですね。あ、ハンカチは持ってった方がいいと思う。うん、ハンカチはそうだね、持ってきてください。まあエチケット的にハンカチ持ってると思うんですけどあ、卒コンのタオルの出番か。あ、そうだね、そんな時のためにあの私の公式オンラインサイトで涙を拭く用のタオルが売ってるので、あの泣くなって方はあのタオルあります。タオル、泣く用のタオルっていうか、あのそう、涙をこれで拭いてねタオルっていうのがあるんですよ。私の公式のこの2つのバナの下に飛んでたら、まあ、公式ホームページみたいに飛ぶんですけど、そこのバナーのオフィシャルストアっていうところに飛ぶと、そう、オフィシャルストアに飛びます。涙で、お涙をこれで拭いてねタオル。あ、なんかすっごい矛盾したこと言うんですけど、あのすっごい矛盾することを今から言うんですけど、舞台はあの滝のファンバレない選手権ぐらいの気持ちで来るのもありですもう舞台めっちゃ行ってますけど、もう舞台見に来ましたけど滝の誰みたいな感じで、もうそう、忍者みたいな、そう、もう忍者みたいな、もう実はそう忍ぶんでしたね。そう、実は本当はもうスウェット脱いだら下 AT なんだけども、あえてスウェットはもう脱がないし、え、別に舞台見に行きましたけどって感じで行って、あ、そう、あ、そうそう、こう、そう、舞台こうやって見るんだよねって見るんだよねってないけど、そんなこと、そう、グッズとかもうつけてたやつをちょっと外して、中にでも中見たらちょっとあるぞみたいな感じで、そう、もちろんペンライトとかもちろん持ってこない。そうで、涙をこれで拭いてね、タオルもスタンバってるんだけど、普通のハンカチ持ってきてますけどって感じで、そうで、ちょっとお涙の時はサッサッって出してチュチュチュみたいな感じで、そう、さりげなく控えめに、そう、さりげなく控えめに、もちろんうちわとかペンライトは持ってこない。そう、持ってこないで、そう、アクスターも、うん、シュッシュッシュッみたいなそう、あと撮るときは他の会場の皆さんの迷惑にならないところに、もうあの動線の真ん中に止まらない、もうそう、端っこでシュッ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 って、そう、あの応援してるお友達に会っても、あってなっても、一旦ちょっと端の方にコソコソコソって言って、お元気ですかって、お元気ですかは別にファンじゃなくても言うか、もうそか、お元気ですかもあれはコソコソするよ、そんなしなくていいか。そう、な感じで、そう、忍びでよいです。
その滝のファンですどやみたいなのがない方向で行きましょう。もう私主役ではないですし、舞台初心者の身分なんですよ。なのでもうそう、すいません、牛の滝飲ませてもらってすいません、でも見に来ましたっていうマインドでいきましょう。そう、私もそのそう、そんななんかドンみたいな感じじゃなくても教えてもらってご指導いただいて、なのでそう、他のファンの皆さんから、あらあの感じのいい方、感じのあの方感じがいいわ、あらカバンの中にちらっと滝の夢子ちゃんのグッズが、はっ、ってことはあっファンの方だったんだっていうような名乗るほどではございませんって感じで難しい、あ難しいね、そう難しいね、まあそう、お互い場所をわきまえてそう、私もこれは本当に、あみんながって、もう逆に私がなんだけど、そうこれはそうなんです。でもさ、じゃあさ、なんかそんな普通にモテるグッズ作れって話だよね、私がそういうところにちゃんと着て持っていけるようなカバンだったり T シャツだったりタオルだったりがそうあるといいよねっていう話なんですけど、私がもうみたいなのをそう作ってる、もうこれはもう私の責任でもあるので、まあお互いの責任、もうなんか勝手にみんなにも押し付けてるお互いの責任って、そうもう私もそうなんかそういうのがね、もしいつかあればいいですね、感激用で、そう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 、これから作ればいいやね、そうだね、なんかあったらいいなって、あったらいいなって思う。ね、はい、ということで配信はそろそろ終わります。皆さんよろしくお願いします。また舞台で会いましょう。そしてそうなんとですね、そろそろ終わるんですが、最後に一個皆さんに見せたいものがあるんですよ。ちょっと最後見てください。せーの、じゃん、カレンダー実物です。なんと持ってきました、ちゃんと。前回の1ヶ月前かな、1ヶ月前の配信の時に、1ヶ月前の配信はそのカレンダーの告知しますよって言ったのに、あのカレンダーを忘れちゃったので、勝手にって、そう勝手にカレンダー告知タイムということで、はい、カレンダーを持ってきました。カレンダーの大きさはこんな感じです。このぐらいのサイズです。ペットボトルぐらい、ペットボトルくらいですね。横幅は、縦幅はこのくらいですはい、こちらの滝野美子オフィシャルカレンダー、これは4月からスタートです。でん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 、じゃん、4月スタートです。なのであ5月になったので、でん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 、5月です。皆さん買えましたか？もうゲットしてる方はめくりました？私
カレンダーめくるの忘れる人なんですよ。もうカレンダー使ってない証拠なんですけど、そう、みんな忘れずに、あ、変えた、もう偉すぎる、偉い、なんて偉い、ちゃんと生きてる証拠、とっても偉いです。そう、こちらのカレンダー裏こんな感じで、ここでしっかり立ちます。卓上カレンダーです。今変えた方は偉いです。まだ5月3日なので超偉いです。まだ上旬、このぐらいの大きさです。まだ持ってないよって方で、ちょっと気になるなって方は、あのオフィシャルホームページからオフィシャルストアに飛べる、このバナーの下のところをタッチすると飛べ、オフィシャルファンクラブに飛べて、そこのバナーをクリックするとオフィシャルオンラインストアに飛べるので、はい、そこからぜひ、そう、Amazon で問い合わせしてみます。 Amazon で売ってないです。これはオンラインでは、オフィシャルオンラインストアでしか売ってないので注意。そう、ぜひオフィシャルオンライン、逆にオフィシャルオンラインストア以外で売ってるやつはあの偽物です。もし売ってるものが偽物か、偽物の人が売ってます。物が偽物か人が偽物か、とにかくそう、偽物です。本物はあのオフィシャルオンラインストアで買えます。そう、なのでまだねちょっと買えるみたいだよ。なのでそう残りわずかってなってたよ、本当に。じゃあそれはぜひ急いでね、もう5月だからきっともうそんなにめちゃくちゃ残ってるわけじゃないのかもしれない。あとは生写真セットもあります。このカレンダーのアザーカットを使って、あの生写真セット AB とあります。生写真セットは1セット1000円です。そう、なんこれは私見たことがあって、この生写真セットが1500円で売ってたんですよ。それがなんと公式だと1000円で買えますめっちゃおもろい。そう、公式だとそう安く買えます。1000円で買えます。そうなんです、そんなことが、そうちゃんと公式だし、そうお得、なんとそうお得です何事も皆さん公式からゲットしましょう。安いね。そう、生写真もよろしくお願いします。あとはそうトートとかもまだ少しゲットできるみたいなので、ダメだこれで拭いてるタオル、あとエヘティもよろしくお願いします。エヘティはもう L しか残ってないです。そう、それお得だね。そう、超お得です。よろしくお願いします。そう、あとは私のファンクラブがあります。月の初めなので、お得っていうか、まあ今かな、ファンクラブ入るとしたらって感じですね。また明日、早ければ明日ファンクラブの配信をしようかなって思ってるので、ぜひ、そう、ファンクラブ入ってない方はぜひ、ファンクラブに入るとブログ見れます、限定のフォト見られます、限定のムービー見られます。そう、あとこのグッズもね、あのファンクラブ先行があったりするので、そう、入ってるとお得です。あとは今後もしかしたら、もしか、あ、
前にあったのファンクラブ限ファンクラブ会員限定のイベントがあったり、そう年会員になるとあの実物の会員証がもらえます。はい、あであとはそのファンクラブ限定の配信があって、ファンクラブに入った人しか見られない配信があるんですけど、結構ショールーム今先月も一回やったのかな、なんかもっとやってるちょくちょく。なので配信好きだよって方はぜひ、これはぜひそうファンクラブちょっとチェックしてもらいたい。この配信よりね、めちゃくちゃまったりしてます。配信の告知は基本インスタストーリーでしてるかな、うん、のでそう早ければ明日ファンクラブの配信をしようかなと思ってるので、はい、ぜひ今日のうちに、まだファンクラブ入ってない方はぜひチェックしてみてください。本当になんかショールームはね基本告知メインなんですけど、そういろんな人に見てもらってっていうのがメインなんですけど、あのショールームの配信はあのなんだみんな見て見てっていうより、あのねーって感じ、なんかこれこういうことがあってねーって、なんかこれ欲しいんだけどどう思う、歌みんなはそっちの方がいいんだ、うんだそうだねみたいな、あの本当に何でもない感じ。あそう、あとはうちうちの話とか結構してます。意外とそうみんながちゃんと守ってくれるから漏れないですね話が。そうみんな他で言わないでね絶対って言ってるからそうなんか結構なんか普通にあんまり拡散されたくないこととかたまに言ってますそうなのでぜひファンクラブもよろしくお願いします。そうまあお得に始めるんだったら月会員だけど、まあ、お得なのは年会員の方かな。私はそう実物年会あの実物会員証推しなので、そうぜひゲットしてない方はゲットしてください。ですね。あとはそうまだまだ何にも決まってないですが、また今後もファンミだったりそのファンクラブのイベントだったり、まあ私は9月がお誕生日なので、まあね9月がお誕生日だなーって思ったりさしてます。なのではいぜひチェックよろしくお願いします。ということでそろそろ終わりたいと思います。ありがとう見てくれて。インスタ更新したのでぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。まだ投稿してないよって方はね全然配信が終わってから見てくれても嬉しいよ。よろしくお願いします。あ、じゃあ壇上読みます。13位カズヒロさんありがとうございます。12位何さんか10ランなんちゃさんありがとうございます。11位ヒロさんありがとうございます。10位クマネパパさん舞台での活躍祈ってますありがとうございます。9位ヨシモンさんありがとうございます。8位テリーピーさんありがとうございます。7位出会い頭のネギトロさんありがとうございます。6位一粒の麦もしさんありがとうございます。5位キューさんありがとうございます。4位アヨンさんユミリンロスありがとうございます。3位ヒデ様さんありがとうございます。2位オックンさんありがとうございます。そして1位はコーラさん、エミリーまた可愛くなったね、エミリーが一番好きです、ありがとうございます。はい、ということで早ければ明日会いましょう。また何が何だかはインスタストーリーの方で言いたいと思うのでぜひチェックよろしくお願いします。それでは最後までありがとうございました。ゴールデンウィーク楽しんでください。バイバーイ。ありがとう。バイバイ。